ってことで、ひまじんくんがね、昨日すげえいい企画をしたってことで、もうね、50人クラフトのことがね、なんかツイッターで大盛り上がりだったんですよ。もう俺何が起こったのかと思って、昨日早めに寝てね、ひまじんくん後は頼むって言って任せたら、なんか、朝の、なんかすごい時間までやってて、で、何してんのこいつと思って見たら、なんかずっと、なんかネザー見ながら、ひまじんがちょっとなんか怒ってんだね。何してたの？ボコボコのネザー見てひまじんが怒ってたんだけど、何したのお前。どういうこと？なんでネザー見て切れてた？待ってください。どういうこと？何したの？ひまじんのせいで睡眠時間20分にね、テスト積みました。で、なんか、見たら、ゴリラビも切れてたんだよ。ディスコードを見たら。ゴリラビも切れてて、ゴリラビが、いやいや、ひまじんが悪いわとかって言って、ゴリラビがなんかお気持ち表明してて、で、情報によると、陰キャ転生とひまじんが何かがあったみたいな感じのことを、俺は情報で得たんで、ちょっと本人にちょっと確認したいと思います。はい、ミュート解除しました、ひまじんくん。ひまじんくん？はい。大丈夫です。ちょっと待ってください。見たら、どういうことがあったか分かるやつが一個あります。ちょっと待ってください。あ、そうなの？はい。何か一目瞭然になるものがあるんだ、資料が。はい。なんか今日やけになんか神妙だね。なんかどうしたの？みんながどういう精神状態だったかは、この動画で分かります。あ、はい、分かりました。どこに貼ったんですか？もうマイクラに貼りました。はい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 。こういう状態でした、皆さん。あ、これですか。薄い役にそれを任せて、俺らは。お前、千夜のせいにすんなよ、お前、そこで。してないし、千夜君がそれは担当してくれてるから。え、千夜君、そうだったの？今、兄さんが何をすればいいんじゃないですかっていうのは、千夜君にも。千夜君。いや、もう寝てんだろ、普通。こんな話付き合ってる。今、うるさい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 。もういいよ、ほんとにこの話、長いよ。千夜君、千夜君、わめくん、子供じゃない。わめくんよ。わめくんのせんや。わめくんのせんや。黙れ、わめくん。わめくん、答えろ。重要や。せんや、わめくん。わめくん。どうや。お前は陰キャに任されたか。頭おかしくなるよ、もう。陰キャさん、お前、せんやくんに任したんやな。言ったんやな、そうやって。何これ、どういうこと？何が起こってる？なんか、せんやくんがなんか発狂したの、これ。そうです。なんでせんやが発狂したの？いや、もう本当に。いや、これ、陰キャさんと、はい、ちょっと話さないとこれ多分説明できないと思うんですよ僕。あ、じゃあ概要だけ教えてくんない？話が長すぎて切れてるってことなのこれは。あ、そうなんですよ。この話の内容の、その長かった話っていうのをちょっと短く教えてくんない？あ、教えます。まあ、エンドラ討伐チームごとにどっちが先にするかっていう競技をしました。あー、エンドラ討伐を2チームに分けたんだ。そうですね。はいはいはい。で、その片方のチームはひまじんが率いて、片方のチームは話から察すると陰キャ転生が率いてたってこと？そうです。はいはいはい。それで？そこで、はい、陰キャ転生のもう本当に汚い手によって、はい、ぐだっちゃったんですよ。もう汚いもう人間としてクズのような。ちょっと知りたいんだけど、それはルールを事前に決めてたの？はい、そうです。そのルールに違反したの陰キャ転生は？じゃあ、はい、あ、ルール違反をしたんだ。でもそれを認めずにずっと言い合いになった結果、千夜くんがあの精神状態になりました。ちょっと待って。陰キャ転生は何をして、どのルールを具体的に破ったの？まあ、動画の企画を進行を妨げないよっていうように、初めて取り決めを行いました。はい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 。まあ、それに同意したはずなのに。なのに、はい、何をしたの？まあ、ゾンビアタックですね。ちょっと待って。お互い競い合うはずなのにさ、ゾンビアタックはダメだったの？お前、陰キャ転生の手先か。何、ごめん、意味がわかんない。お前、陰キャ転生の手先か。ちょっと、ひまじんくんちゃんがちょっと、なんかおかしくなってるね。なんかどうしたの？お前、陰キャ転生の手先か。ちょっと整理したいんですけど、ルールがないにもかかわらず、ルールだったって言い張るのってすごい頭悪い人だと思うんですよね。お前、マジか。お前、俺朝それで2時間半話したけど、お前、いいよ、付き合うで、お前。マジでやるぞ。俺、聞かへんで。ひまじんさんって、ルールが自分の中で決まってた。はいはいはい、違います。くんさん、あんた陰キャさんと同じ頭してます。違います。はい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 。まずはじめに、ぐだらないようにしよう。ぐだり始めたら協力しようという前提のもとで、これ話します。ちょっとください。それって事実かどうかを、ひまじんさん以外の人を教えてください。それ事実ですか？事実です。あ、それは事実なんだ。ぐだらないようにやりましょうと。で、その協力しようって何？なんか戦いやめましょうっていう風な感じだったの？いや、多少の忖度をして、はいはいはい。まあ、さりげなくやりましょう。こういう感じの。まあ、空気を読みつつ、なんか、そうですね、本当にやばい、例えばまあ、サーバーを重くするとか、そういうのはやめようねっていう風な。そうです。事実だけど、グダルの定義が曖昧だった。はい。まあまあ、多少曖昧だったけど、そこは空気を読みながら、まあ、普段撮影してるんだから、真摯でやろうねって感じだったんだ。そうです。はい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 。
なのに陰キャ転生はもう脳死でもうネザーで裸でベッドだけを持って俺らに突撃をしてくる。あ、わかりますか。なるほどね。でもクンさん、はい、何でしょう。転生って最近え、あ、いやいや、まあ間違うよね。まあその陰キャ転生はまあ昔から言ってるからノリはわかるんじゃない。で、ちょっと待って、ちょっと俺 トイレ行ってきて、暇人のね頭が悪い話を聞いててなんかお腹痛くなっちゃった。ちょ、今のうちにじゃあクンさんが今言ってる間に、ごめん、スピーカーミュートしたからちょっとごめん、無理だわ。あー戻ったけどさ、はい、結局これなんか見た感じ暇人が悪いってことなの。違いますよ、陰キャさんですよ。なんでその話を3時間もしちゃったの。でもいや、俺は次に生かしてほしかった。陰キャさんにミスだったよねっていうのを認めてもらって、次のサバイバルの PVP 要素が入ったものの可能性を広げたくて、僕は。あー、なるほど。じゃあ長い目で見てたんだ。そうなんですよ、うんうんうん、ここで 2,3 時間かけても次の面白いものにたどり着くために必要なんだったら、俺はやるためにしっかり3時間かけた話ですけど、それを最終的にやっぱ認めてもらえなかった。え、陰キャ転生の主張はなんて言ってたの。え、おい陰キャ、お前自分の口で喋れよ。あ、いるのか。じゃちょっとミュート解除したよ。いらない、やばい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 って言ってる。陰キャくん、陰キャ転生くん、はいはい、なんか昨日の話って どんな感じなの。昨日どうだった。え、大変楽しく。あ、そうなんだ。ごさせてもらいました。ひまじんさんの曲、はい、楽しかったです、僕は。ああ、ひまじんさん、昨日のことの件でまだ何かあるんですか。なんでグだったかっていう話分かっずっとやってたの分かってるよな。俺また一から話したくはないんよ。僕は、はい、気持ちよく。ああ、陰キャ転生としては気持ちよく企画に参加して楽しかったっていう認識なんだ。ひまじんさん違うんですか。じゃあこれ、ひまじんが勝手に怒ってるだけ。これ違う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 。え、クンさん、ネザーで1時間戦い合うことは意味があると思いますか。あー、陰キャこんな感じだったんだ。まあ、ひまじんさんの企画でひまじんさんがなんか不満があったんだったら、ひまじんさんがなんかのミスじゃない。違うよな、違うよな。主催者として。あ、主催者としてちょっとそれはどうかと思う。違う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 。え、マジでマジでマジで、ま、ひまじんさん自分の企画に対して。違うな、自分の企画に不満があるんだ。違うな、いや、お前にお前の行為に対して不満があんねん。俺の企画に対してじゃなくて、俺の行為に対して不満があんねん。で、結局それって解決してその後バトルしたの。解決しないです。僕が、なに、その企画はどうなったの一体。そもそも陰キャ転生のせいで潰れました。僕が勝って終わりました。え、ちょっと待って、いや、終わってないです。え、はい、みんなに聞きます、みんなに聞きます。どっちが勝ちました。企画、企画は陰キャ転生です。あ、企画は陰キャ転生が勝ったんだ。そうそう、ひまじんさんさ、負けたからってさ、負けて怒ってるだけなの。じゃあ違う、その勝ち負けを言ってるんじゃないんだよ。話を聞け。だから、何か言えばいいよ。俺これ朝3時間だぞ。3時間これ同じ話をしたんだぞ。わかりますか、くんさん。3時間ですよ。いや、勝ち負けじゃないんですって。でもさ、3時間ずっと中身のない話した可能性だってあるわけじゃないですか。俺は時間話した内容じゃなくて、時間のこと言うの。待て待て待て、オッケー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 。30分付き合う、30分付き合う。とりあえずまず30分に約する。大変だったね、本当に。負けて、あー、30分行こう、30分行こう。まず1から順に、え、まあ、勝ち負けを話してる場合わけではない。わかりますか、これに関しては。あ、まあ、お願いします。まあ、普通そういう、ね。くんさん、くんさん。はいはいはい、分かった分かった。勝ち負けじゃないんだな。勝ち負けじゃない、OK ですね。わかりますね。でも負けて悔しかった。だ、じゃあ、勝ち負けじゃないって言ってんだろ。いや、違う違う、別件、別件。負けた勝ち、ないないの。負けて悔しかった。それ本気でやってたんから悔しいですよ。あー、悔しかったんだ。わかりますか、それ勝ち負け本気でやってたんで、それ悔しかった。え、違う違う、悔しかった。あの、話そらすのやめてもらっていいですか。僕が今話してる場合、クンさん、どうぞどうぞ。クンさん、わかったわかったわかった、聞こう聞こう。何、わかりますか、まず勝ち負けじゃないっていうのはまず今前提で言った。 OK ですね、はいはい、で、その上でその途中で企画が下ったことについて僕は3時間話したんです。わかりますか。あ、え、その下ったっていうのは具体的に、例えばネザーでゾンビアタックしてきたんでしょ。はい。で、それがちょっとやりすぎだろっていう、その、まあ、それすら勝てるけどやりすぎじゃねっていうのだと思うんだけど、でも企画って一応終わったんだよね、その、まあ、陰キャ転生の勝ちで。はい。え、それって、終わったってことは決着がついてるってことだけど、その決着は何時間ぐらいでついたの。3時間半ですね。企画に3時間半かかっちゃったんだ。はい。で、そんだけかかったのは、その陰キャ転生がめちゃくちゃやったからだってこと。いや、それ全てだとは俺言いますね。そのだから、くんさん、あの、拡大解釈見てください。うん、拡大解釈見てください。あの、一員であるという話を僕は3時間やったんだって。あ、はい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 、はい、お、それが全てであるとは僕は言ってないですよ。全部じゃないけど、これはやめるべきじゃないって思ったんだ。わかりますか。はい。あー、その一員を話してたら陰キャさんが罪を認めなかったと。まあ、罪じゃないですね、間違いですね、罪ではないです。
あー、暇人は頑張って企画の最後までは寛容だ。その要因一つ一つを解決したいってことなんだ。そういうことなんですよ。あー、なるほどね。多分次から解決するのは、まあ、もうちょっと具体的に決めるとかなんじゃない？え、そう、そうなんですよ。うん。わかりますか？うんうん。だから、あの、具体的に決めれなかったのは夜の3時半からスタートしますよ。わかります？ん？夜の3時半から企画がスタートしたんだ。そう、だからそこで、でも、初めに、ちょっと待って、わかんないけどさ、その夜の3時までは何をしてたの？え、同じことをまた前回1回目やってました。え、なんか俺、なんか企画これ、もしなかったらこれやったらっていう風なのは、なんかしなかったんだ、特に。え、そうっすね。あー。僕はそれやろうって言ったんですよ。言ってないっすね。あ、なるほどね。インカ転生はその。マジンさんが俺は PVP がやりてえって言うから。あー。なるほどね。なんかまあ、じゃあ陰キャ転生はそういう感じだったんだ。もうぐだるからクンさんのやったのを提案したのをやろうっていうスタイルだったんだ。PVP がそもそも、え、ちょっと待ってください。クンさん、お前マジで陰キャの手先、お前何本もらった？え、いやいや、だって陰キャ転生そう言ってるじゃん。何本もらった？え、嘘なの？じゃあそれは嘘なの？嘘です。あー、彼の言ってること100割嘘です。100割嘘か。100割嘘です。100割100割ね。まあ、暇人くんの大学のレベルやったら100割とか言いそうやな。あれ、急に添えて学歴をバカにする、僕の正当な主張が通ってるって思っていいですか？いや、正当な主張っていうか、まあなんかちゃんと事前に決めたり、コマンドでなんかこうやったりとか、まあ俺が PVP 企画なんでサバイバルにやらないかって、そうなるって俺思ってたからやってなかったんだよね。なんかこうやり、だから、いや、分かってるんですよ、難しいみたいな。そうなるのは分かってた上で、僕は直そうとする上で、直したいから、なんかそういう可能性を導き出したいからやってたんですよ、はいはいはい、分かります？あー、なるほどね。じゃあ なんとかできないかっていう挑戦だったんだ、暇人の。そうです。あー、で、それで3時間話して、で、なんで千夜くんとかが巻き込まれちゃったの？なんか一回二人の人は偏ってるから、第三の人から話を聞こう。じゃあイニンくんに来てもらいましょう。二人はちょっと黙っててね。イニンくんは偏ってますよ。いや、ダメよ、偏ってます。え、じゃあ誰がいいの？偏ってないです。誰が一番いいの？千夜かな。じゃあ、OK、じゃあ千夜くん、ミュート解除してよ。え、一回暇人が最初に RT なんエンドラ討伐チーム討伐バトルをなんかやろうって言って、それで一回 PVP でグダって、うんうんうん、で、もう一回なんか、少人数で2回目をなんかやり直そうってなって、うんうんうん、で、一回それで PVP が原因で、うん、グダったから、うんうん、その PVP を、うん、なんか、お互いの拠点が近くてグダったから、距離離してなんか、はいはいはい、あ、ぐだらない、なるほどね、PVP をなんかなるべくなんかぐだらないようにしよう。あ、で、その暇人とかと陰キャ転生が最初でその、企画する前に喋ってて、うんうん、で、その企画が始まったら、陰キャ転生が、ネザーで、ベッド閉じしまくって、それで、撮影終わって、暇人が、そのことをずっと3時間陰キャ転生に、認めろ、認めろって、言い続けて、陰キャ転生はずっと、ヘリクツでかわして、ほう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 。長引いてて、で、な、最後の最後には2人で、お互いこれは、じゃれ合いだから、って言って、なんか、おわすみたいな感じで、喧嘩を、なんか、終えて、あ、ネタだよ、みたいな。そう、ネタ、この喧嘩、ネタから本気にしないでね、みたいな終わり方をして。あー、なるほど。わかったわかった。了解。ありがとう。そういうことか。じゃあ、ただ、暇人が悔しかっただけってことか。それでネタでやってたって感じか。こいつ、マジで、お前、マジか、お前、マジか、マジか、俺。え？でも、グダルって話だったら、だから、ネザーの時に、戦ってる時にでも言わよかったのにさ、ま、なんか負けてから、なんか後から。お前、反省会途中からやんのか。違うよな。終わってから反省会やん。聞こえないんだよね。お前なんか、えらい饒舌なんだ。お前の主張言ってみろよ。ネザーでなんで戦い続けるとか、お前言えよ、お前。どっちが狂ってるかお前分かるぞ、これで。なに、ネザーで戦い続けるのって別になんか、まあ、やりすぎたってことじゃないの？でも、ネザーでやったって。なんでネザーで戦ったの？おい、インギャ答えろよ。エンドラ討伐が目的なんですよ、ね。うんうん、そうだね。企画は。うん。ってことは、エンダーアイが必要だと。ああ、そうだね。エンダーパールは現世で取れるんですけど、うん。まあ、ベイズパールが必要で、そうだね。うん。ベイズパール集めるには、ネザー要塞に行かないとダメって。ああ、はいはい、そうだね。自分のチームがエンドを先に討伐したくて、それにはブレイズパウダーが必要で、ネザー要塞に行かないとかな。あとはネザーをこうすべき。まあそうだね。だったら、もうネザー。まあネザーで、まあ確かに。え、でも なんかさ、それって別になんか、陰キャ転生の言ってるのって、なんか、ゾンビアタックはダメって決めてなかったのが悪かったんじゃないの？いや、ダメって言ってました。ベッドアタックはダメっていう話してたの？え、ベッドアタックじゃなくて、ゾンビアタックはダメっていう、もう大まかにもうなんかもう裸で、もうなんかある一種の方法だけでずっとアタックしていくのはダメって明言されてたんですよ。ああ、なるほどね。
それが明言されてたから、え、じゃあ暇人なんかなんでその場で抗議しなかったの？ルール上ダメなんだったら。なんで、この時点で言ってもらえれば。違う、俺止めたくなかったんですよ、わかります？なんでそのルール違反を放置して。なんでお前強気でんの、気色悪いな、ほんまにお前らなんだ、なんだこの気色悪いな、マジで。話しても全部エリクス。待て、冷静に聞け、オッケーやな。なぜ止めなかったか、俺は陰キャさんの初めのゾンビアタックなしって言ったじゃないですか。うん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 。それを信じてて、しかも、土地で止めるのも嫌だったから、もうそのまま、まあ、土地でやめてくれるだろう。ダメダメ、これ反則だよ、こいつら。ズルだよ、これ。これ PVP 中やっちゃダメなんだよ、これ。ネザー使ってる。ネザー使ってる。クさん。ルール違反だよ、ルール違反。やめとけ、マジで。それは一番簡単。違う。でも、一番話したいのは、グダった原因がそれだったよね、それもあるよねっていうのを俺は認めてほしいって、そこを修正しようって、次に修正しようっていうだけの話をしてるだけだって。それはなんか、じゃあ修正すればいいんじゃないの？だから、それでも陰キャ転生君が認めてくんないと、修正できないんですか？また同じことするんだから。やらせればいいだけじゃん、だってそんなの。違う違う、ルールを明確にしたのに、それを破ってやってるんだから、まず認めてくれないと進まないじゃないですか。多分、齟齬があるのは、はい。ゾンビアタックを陰キャ転生は裸で殴りに行くことって思ってたでしょ。いや違います。陰キャ転生はもうそういうしつこいことをやめようって、俺は初めもう細かくアーカイブ本当に7時間とか8時間あるからちょっと見直すのがめんどくさいんですけど、はいはいはい、話し合いの事前のところでもうそういうグダる、わかります、グダったらそういうのなんか多少わかるよねって、なんかお互い嫌ってんですよ、その、わかります、その忖度、わかるじゃないですか、多少の忖度。うん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 。ゾンビアタックじゃないしね、あれは。お前すげえ気持ち悪いな、お前本当に。なんだってね、装備来たし、来てんな、来てんな、お前タイヤ切りベッドも出して、お前突っ込ませて、お前突撃命令出して、お前やろ、お前タイヤ切り突撃命令、タイヤ切りが突撃命令受けてたんだ。あー、タイヤ切り突撃命令。え、ちょっと待って、これを3時間やってたの、この関連のやり取りを。え、そう、え、じゃあ関連じゃなくてこれのことのみで、間違いないです。話し合いは1時間半してても、俺がネザーで遅延を30分した件で1時間話してますよ。本末転倒ですよ、これ。お前遅延させたって今自覚してたな。お前その遅延がグダった原因だよねっていうのを俺ずっと話して、お前やっと自覚してくれた今。今仕方なく暇人さんに、お前気持ち悪い、お前ほんまに言うか、お前そのやり方。3時間話してたけどこれ以上の情報はない。あー、え、わかんないけど、じゃあ次からじゃあやめようねで終わりじゃないの？ 3 時間も何を話したの、これの。ネザーでベッドを爆発させる行為をなしにしたらまあ終わりなんじゃね、これって。え、だからそれを、ゾンビアタックを。僕もそう思います。これ以上ない。サキさん、よくわかってる。俺言ったんすよ。ごめんねって言ってほしかったんじゃね？え、そう。頭に地面に擦りつけて謝ってほしいんすよ。え、そう。俺それ言ったんすよ、俺。まあ確かに悔しいもんな、負けると。なんか、まあ、言ってくんないと。だからわかるよ、ひまじさん、その気持ちは。違うね。え、でもお前、グダった原因に関してはお前ほんまやんな、それ。それをまず認めてほしいのよ、俺は。で、それを、だって、ルールで制定したのにもかかわらず、そのルールを破ってお前はやり続けた。わかる？この事実が。なるほどな。ベッド爆発させたらダメなんてルール。しかも話が進んだのに、こいつ言い訳が、ヒマジンさんが殺しに来たしな、まず殺してません。で、その次、ヒマジンさんがネザーにいるしな、俺らもネザーのエンダーパールとか、エンドロッドを集めに行ってた。わかりますね。いることに関しては普通じゃないですか。ちなみに、そのルールって、殺すのはありなの？殺すこと自体はありなんですよ。でも、グダったりゾンビアタックなどはやめましょう。これを言ってたって。例えば、なんか剣を先にいっぱい揃えて、なんかボコボコにリスキルし続けるのってありなの、それって。グダるからそういうのなしにしようって俺は初めにそれルール決めてました、そこも。なんか俺が今まで PVP 企画やってなかったのは、なんかルールがお気持ち要素になっちゃうから、だからあんまやってなかったんだよね。お気持ち要素というか、ある程度のこう空気読めよみたいな甲状腺のマップ作りで、ディディ君とかって空気読めないからやばい要塞作って、でなんかみんなでグダらせるみたいなことってディディがやったじゃん。やりましたね。うん、そうそうそう。だからまあやってなかったんだよね、そういうなんかわかんない人がもうめちゃくちゃやっちゃってみたいな。ハイハトとかディディとかマチャカリとかが空気読めないじゃん、基本的に。いつも、うん、彼らがいないところでやるか、その本当にわかる人だけするみたいな感じで、まあ、しないと無理かなっていうので俺はやってなかったのね。はい。だからヒマジンも陰キャ転生をなんで相手の対象側にしちゃったの？まあ、陰キャ転生がまともな企画できると思えなくね。なんで陰キャ転生にしたの、そういえば、相手側を。なんか思いっきり話の論点からずれ始めてますよね。いや、なんで陰キャ転生したのかなって、そもそも。普通にリーダーを張れる人は陰キャさん以外いなかったからですね。なんかでも、なるほど、イニンとかじゃダメだったんだ。ダメでした。そこ、陰キャと俺って決めたのは、そこ、イニンさんですね。じゃあ、暇人は陰キャならやってくれるだろうって言って、陰キャと戦いたかったんだ。はぁはぁはぁ。なるほど。そこ話して意味ありますか、今。どうして陰キャにしたのかなって、なんか、そんな言うならっていう。
どうしてそもそも陰キャ転生にしちゃったんだ。だって俺まともな企画でカイキングと陰キャバンするじゃんよく。え、ちょっと待って、ヒマジンさんが前回のハードコアエンドラの時に僕にいっぱい殺されて結局殺せなかったのが悔しかったんですよ。違う。そう、なんかさ、話をそらすのやめてもらえませんか一回。あの、今話したいのは具だったのがこれだよねっていうのを僕たちは3時間話し合ったのに、ああ、いやこの人にしたのとかいう、そんな無駄なことを今話したいんじゃないですよ、くんさん。いや、違う、もう違います、くんさん、くんさん、あの、誤解します、くんさん。あの、僕が言いたいのは、はいはいはい、陰キャさんのせいで具だったよねっていうのを僕は認めて、ああ、そうなんじゃない、具だりましたよね、そうっすよね。陰キャさんのせいで具だったっていうのは理解してもらえますか。え、うん、だからルールを陰キャに理解させれなかったんでしょ。だから理解させれなかったのが問題なのと陰キャが問題なの、まあ、あれはただの PVP ですけどね、ゾンビアタックじゃなくて。お前マジで、お前発言コロコロ変えてさ、お前 PVP ありと、なんかぐだらせるの禁止ってなんか相反してる気がして、そのルールが PVP ありってことは相手チームに妨害を加えて遅延させることじゃないですか。で、自分のチームがなんかより進めて差をつけて勝つってことじゃないですか。あの、見るためのコメントでいいコメントがありました。くんさんそもそも参加生に期待してないからそれを縛り付けるルールをつけれなかった暇人が問題だよねって話。そう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 、だからそれ言ってないんですよ。その3時半なんですよ、スタートが。で、いろいろ試していこうっていう話の前提でみんなに承諾した上でやったのやって、その次に直そうって言ってんのに、そこが問題とか正味どうでもいいんですよ。そこを認めて陰キャさんに次直してもらえればいいだけの話で、今そこ話してないんですよ。そこが問題とかじゃなくて、陰キャさんに認めてもらえて次直して是正してもらおうっていう話を。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかそもそもゾンビアタック始めたのは暇人陣営だそうですがって話が来てるけど、はどこでやねん、お前、はいはい、行きましょうか。はい、僕のアーカイブ出します。俺も本気出します、本気出します。やってません。そのコメントってやつ、お前もういいよ、もういいよ、全部捨てろ。これはまあいいや、ともかく誰が悪いとかじゃないんじゃない、暇人。いや、悪いっす、陰キャさんが。いや、そうじゃなくて、悪いって言っても、それって平行線になるだけじゃないですか。結局、誰が悪いんだって言っても。それで陰キャ転生は認めないってするわけじゃん。だったら、どうするかっていうと、相手が悪いって認めさせて、ごめんなさいって頭下げさせることよりも、みんなが気持ちよくプレイして面白いことをするんだったら、じゃあ今度からこういうルールとかこういう工夫をしようねっていうのが、まあ普通やるべきことなんですけど、頭が悪い人とかだと、まず謝らせることを大事にしようっていう風になっちゃうから、だから、まずくんさん、あの、前提間違ってます。はい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 、はい。僕は陰キャさんに土下座してもらって、はい、頭を地面に尻つけてもらって、謝ってもらって、僕は気持ちよくなりたいからこの3時間やってるんですよ。じゃないと、僕は3時間もこんな無駄なことを話しません。ごめんって言ってね、でも。皆さんごめん。ほらごめんって。ごめん、ひまじんさん、勝っちゃって。勝っちゃってごめん。違うな。勝っちゃって。謝ってほしいの、そこじゃないよ。陰キャさん、違うよ。あの、謝ってほしいの、そこじゃなくて、ぐだった原因のことについて、まず謝ってほしいだけ。陰キャ謝れたな。違うな、クエンさん。あの、あんた、頭バカじゃないんだから分かるよね。陰キャ謝れたな。僕、ひまじんの声ちょっと小さくしとこう。陰キャ謝れたな、よく。陰キャ、よく頑張って謝ったわ。あー、悪かったって分かった？勝っちゃったの。うん、やっぱり何でもかんでも勝てばいいわけじゃないから。確かに動画のことを考えればひまじんさんに勝たせてあげて。そうそうそう、動画のことを考えて。そうだって撮影してるのがひまじんなわけじゃん。あとひまじんがなんか負けて終わるってのは無理でしょ、普通に考えて。え、今回のこと言ってしまえば、なんか、うん、くんさんのチームと俺のチームだったとして、うんうん、さんのチームを任して一人で気持ちよくなるみたいなことだったと思うんで。まあね、確かにそういうのは意識して操作するべきだったかもしれないですね。まあ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 、次からでいいんとちゃう、それは。まあそれさえ分かれば、うん、まあ勝ち負けも面白いけど、まあ熱くなっちゃって、まあ楽しかったっていう感じなんじゃない、はい、まあ次からでいいんとちゃう。思ったよりなんか弱かった。あー、ちょっと強いかなと思ってこっちも頑張っていったんですけど、もうちょっと本気でやなんかもうちょっとね、まあ確かに見誤ったのはあったもんね。まあでも相手が弱かった。まあでも前も陰キャが勝っちゃったから、まああんまりこうなんか人を使う力とかがそこまであるわけではないから、だからなんだろう、 PVP もうまいわけじゃない。決して足りなかったな。そうだね。よし、まあいや知らないですよ。まず何どうしたの、ヒマジン。インターニア私の、あの、コッポーとかそんなことじゃなくて、あの、下ったところについて謝ってほしいって、僕は何回も説明します。何ですか？何？え、だから、ヒマジンでももう謝ってるよ、インキャ伝説は。すいませんでした、本当に。ね？謝ってるとか違うんですよ。僕は、下った原因について謝ってほしいだけだって。勝ったことは別にいいんだ。そうそうそう、それは勝負です。それはいいですよ。あー、勝負だからさ、ヒマジンさん。勝負だから。
勝負だからその初めに君らルールを破ってもいい。でも同じことしてるやん、暇人サイドもって言ってるよ。ちょっと待ってください。あの僕はあのアダミさん、あのあなたは勘違いしてます。僕はやってません。あのインキャテンズは僕たちのネザーのところにわざわざ来てずっとベッドアタック、僕たちは防衛のためにあの自分のネザーゲートの周りで守っていただきであって、僕はゾンビアタック下るような硬直するようなあの相手陣地まで攻めたことは一度もないんですよ。わかりますか。これね、暇人さんもベッドここ捨てましたよね。違いますよね。だからそれ自分陣営の周りって言ってますよ。あの頭悪いんですか。あの何かあのベッド使ってましたよね。だから自分陣営の周り防衛のためだけ使ってますよ、はい、攻めてませんよ。ベッド使ってますよね。はいか家で答えてください。ネザーゲート占拠したらグダるの分かりません。だから僕たちは暇人、はいか家で答えてくださいって。ベッド使ってましたか。ベッド使ってましたよね。はい、使いました。だからこっちが使って、はい、待ってください。ダメだったら僕たちもあの、はい、行きますね。あの答えますね、インケさん。僕たちは自分インケさんのネザーゲートまで攻めましたか。はい、紳士ルール守れない方も悪いし、分からせられなかった方もダメなんじゃないにゃ。まあでも俺は正直どっちもどっちだと思うよ。いやでも過失の問題じゃないですか。過失というか、例えば俺が企画をするじゃん、なんかの、はい、なんかの企画をして、まあそうだな、参加者がミスったことをやってしまって企画が台無しになりましたってなったら、俺はどっちかっていうと、いや俺がルール決めなかったのは悪いって結構俺たまに言ってることある気がするんだよ。いや分かりますよ。それはまあ企画した側がちゃんとルールを決めなかったから、まあそのもしくはバンするとかね、そのやってる、例えば俺だったらたい焼きバンしてたかも、その時に。なんかもう、あいゾンビアタックと見なすんでちょっとバンしますみたいな感じで多分やっちゃったかも俺だったら。そうすればこっちもあの深夜3時に残ってるんです。分かります。それバンしたら終わるんですよ。え、何人でやってたの。10人。じゃあ、少人数でやってたんだったら1人補充すればいいんじゃないの。いないっす、誰も。あーだったらまあ企画、で、じゃあ待ってな、もうこれずっとグダるから、あの、本音言い話そう。インケさん、お前の本音は何。マジの話すると、こっちがベッド使って、で、ひまじいさんはルールを決めれる立場にいるわけじゃん。だったら、まあ、クンさんもたまにやるけど、がこう、あ、何々されたって話になって、あ、それは禁止で、みたいな話があるわけで、途中で、明確に禁止とかしてくれたらいいけど、インキさん、途中で自分これダメだな。ゾンビアタックってよりかはもうネザ限定でできる。なんで途中で言わなかったの。くんさん、あの朝の議論でもあったんですよ。もう本当にこのバカみたいな話を終わらせたいんですけど、本当に初めに、しかも昨日は今日の朝インキさん言ってました。いやこれまずいよなって思ったって言ってる割にはずっと攻撃してきた。どういうこと、わかりますか。向こうダメだと分かったのにもやり続けてる。これ分かりますこの事実。こっちがベッドでアプローチをかけてそっちも対応してきたから、ベッドで、あ、じゃあこれは互いにベッドで戦うのはいいことなんだっていう認識になるわけじゃん、そっちのチームも使ったら。これから途中でバンしたらいいんじゃない、そういう時は。これからその後エンドではベッドが禁止になったんですよ。ああ、そうなんだ。だからじゃあネザーではいいのかなみたいな。できたことじゃないですか、ルールの改変は。あ、別にネザーでは何も言わなくて、ごチームもその対応に使ってきたから。お前自分に法制の意識があったのに、なんでそれやり続けたの。そこじゃない。お前なんか自分の攻撃してるの。そうじゃなくて、多分陰キャ転生が言ってるのは、エンドではベッド禁止っていうルールが途中設けられたのに、なんでネザーはそれをやらなかったのかって言ってんじゃない。エンドで設けられてネザーで設けられたことはネザーではやっていいこと。そもそもじゃないよな。え、だってグダるのなしって言ってんのにそれをやり続けるその精神性わかります。そこの、俺そこから理解できんのよ。アーネって何。ヤニャーが途中デバフかけて対策してくれたから、ヤニャーが MVP。 それヤニャーは自主的にやったの、そのデバフは。そうだね。あー、まあそれはなんかなんだろう。え、だって、え、俺らは、え、だって極力マジでくだらないように本当にネザーゲートの前でガンマッチとかそういうマジで汚いことしようとしてず、だってインケさんが今エンドロットを集めに行けないとか言ってるけますけど、僕たち一回ネザー陣営一回全員死んだのにもかかわらず、インケさんたちはネザーゲートの前で待ち続ける、これがくだらせる以外の何者でもない行為であると僕は思うんですよ。 PVP による妨害とさ、そのくだるの境界線がひまじんさんの頭の中で勝手に決まっちゃってるから。お前 DT のことその前にバカにしまくってたよね。1回目グダった原因で DD があって、お前全力でバカにしてたよね。お前そういう無駄なことやめようよってバカにしてて、お前自分、はい、ということでね、まあなかなか暇人くんとね、陰キャ転生のね企画も楽しい企画がね、行われたみたいですね。はい、ということでそろそろねちょっと別の企画の方に入っていこうかなと思います。はい、まあ両方ね、まあなんか2人とも最終的に認めてくれてよかったね。なんか自分たち、まあ、お互い悪いところはねあったねっていう風な、お互い歩まれてお互いこう歩み寄れてよかったかなって感じはしますね。ひまじさんのルール決めなかったのが悪いんだね。いや、まあそのお互いやで。そうなんだ。インキャ転生お互いやで。そこはこれは勝っちゃって申し訳ないと思ってるけど、ひまじさんやっぱルールちょっとやりたかったなって思ってる。インキャちゃんとごめんなさい言えるか。
本当にすみませんでした、ごめんなさい、はい、ひまひじさん、そうだな、はい、さあごめんなさい、オッケーオッケー、そうだな、ちょっとごめん、ちょっとごめん、じゃあ終わりだね、はい、ひまじも最後にごめんなさい、いいさ、最後はくんさん、しっかり謝ろう、ひまじ最後に謝ろう、でしょ、インキャさんまず謝ってください、いや、インキャも謝ったじゃん、今、ひまじ、何について謝りましたか、何について謝った、何について謝ったか、まず言え、ひまじちょっとすみませんでした、じゃあ何について謝ったか、くんさん言わせろよ、言えない感じか、俺これ分かんだろう、じゃあごめんな、俺がルール決めれずにごめんね、あーオッケーオッケー、来た、ほんとそうな、ほんとに、よし、マジこれしっかりやるよ、どうせこう来ると思うんだよ、マジでこうしょうもない人間たちの集まりなんだよ、ほんとにこれなんだこの集まりって言い話、おいガチでさ、ほんとにいいんじゃないのもんな、これ、はい、円満解決おめでとう、マジで何やねん、いや頑張って改善してね、よかったよかったよかった、チンコミカス、お前マジでよかったよかったよかった、本当にひまじさん、もうちょっと強くなってくんない、解決、オッケー、円満、はい、入れとします、ありがとうございます、本当に、一体何だったんだ、今朝これ3時間やったの、いやこれは発狂するわ、いやっていうかさ、陰キャと2人でやれよって話じゃね、これかわいそうじゃね、他のやつら巻き込まれたの、いや陰キャと2人で話せよ、なんでみんなの前で配信とかでリスナー巻き込まずに2人で通話しろや、そもそもなんでみんなの前でやんだ、これみんなの前でやんじゃなくて2人でやれやって話だよな、まあ、そもそも、はい、ジジ、さあ問題です、皆様RTA かハードコアどっちでやりたいですか、選ぼう、 RTA かハードコアどっちがいいですか、ハードコア RTA、 RTA 寝たい、ハードコア寝たい、 RTA 寝る、寝たい寝たい50人で寝る、やったことなかったな、そう思えばお前ら全員 VC つけてただ寝るだけのやらへん実際に50人で寝てみた、50人で寝落ちもしもし、50人クラフト参加勢バージョン、くんさんのくん界隈の寝落ちもしをしたらこうあるべきだっていうものを俺らで作る方向を、ということでどうです、皆さん、くんさんの代わりに、受け継ぐことになりました、今ひまじんです、今日はちょっと夜も更けてみんな眠いってことなんで、もう眠るトーンでいろいろ話していただきます、内容としてはバーンされた人に対する思い出、帰りの会で言えなかったこと、そして名前を奪われた人たちの思い、嫌いな参加税ガチ考察、参加税にその人にとって足りないもの、何かのガチ指摘、こんなことを長くゆったりと話していきたいと思います、よろしくお願いします、皆様これから数時間の間お付き合いください、よろしくお願いします、それでは1番目、名前を奪われた人たちに対する思いやっていきたいと思います、よろしくお願いします、呼ばれた人は立ってちょっとこの僕の前のあたりに来てくれれば助かります、それではまず一発目、ビッグネーム、名前をも奪われ性別も奪われ全てをねじ曲げられたヤンニャさん、ぜひ僕の前に来てください、よろしくお願いします。 VC オンはできますか、できないですか、ヤナー君なら出せますか、ヤナーはヤニャーよまあじゃあそれでは一発目、なぜあなたはクンさんに名前を奪われたんですか。そうです。彼は面白くないという理由で名前、そして性別を奪われてしまった第一の被害者です。性別と名前、いつあなたは奪われましたか。何ヶ月経ちましたか。奪われて5月29日に奪われたにゃ。日にちまでしっかり覚えてるんですね奪われたその瞬間ってどう感じました。途方もない苦労に僕は襲われたと思うんですよ。心配にお前やにゃなーからやにゃーに変更しとって、今までその女性化っていうのは陰キャさん曰くおもんない人からやられてくっていう企画だったんですよ。初めて指摘されましたよね。クンさんにおもんないって言われた時の気持ち教えてくれませんか。あー確かになぁと思ったよ自分で自覚はあったってことなんですね。初めて名前を奪われた時抵抗などはなかったんですか。
あれ、このキャラ美味しいのではないかと思って新しく生まれ変わったと。名前と性別奪われたらどうですか。今ゴリラビさんが奪われます。ゴリニャーとかいう名前になるんですよ。その教授キャラできなくなりますよ。ゴリニャー、わかります。僕はある情報筋から聞いたんですけど、やめようと思ったんですよね、参加税を。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。つまんねえこれ俺これ楽しくないわ。はい、終わり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 、ごめん、ディスっただけ、ごめん、ディスっただけだわあ、これつまんねえ、楽しく、俺がやってて楽しくねえわ、これ、これ俺やってて楽しくねえわ。あ、終わり終わり、起きろ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 、これつまんねえわ、俺やっててつまんねえ、これこれ楽しくない、やっぱり。おめら起きろ、エンドラ行くぞこれつまんねえわ、起きろ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 、オッケー、起きろ起きろ起きろ。え、これ動画ができる？え、もうこれでなんか編集さん動画ができんか、できんな、普通にエンドラやろう、全然あり。